ショコラなパイの実、独り占め、サクサクのココアパイに深いカカオの味わい、ロッテパイの実深みショコラ。皆さん入られます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。素晴らしい。はい。よーし。はい、スタート。カット。カット。もう一つ行ったんですね。はい。カット。カット。いいと思います。OK、行きます。はい、OK。いただきます。ありがとう。やってて楽しい。やった。かわいい。声出していい。キャーッ。上げていっちゃいました。いきまーす。はい、よーい。はい、スタート。深みショコラ。素晴らしい。うっしゃ。はい、素晴らしい。はい。試合が終わりました。お昼ご飯だ。お昼ご飯だ。ありがとうございます。以上でテレビ CM の撮影は終わります。はい。ありがとうございました。すごい楽しかったです。あのリスの姿での撮影もすごい多かったので落ち着くというか、なんか生地もちょっとこうふわふわだし心が躍ります。着ぐるみとか好きなので、あの楽しいです。ワクワクします。テンションの高いようなシーンもあったんですけど、なんかすんなり上げてできました。
していただいて、どこかお気に入りのポイントとかあります？尻尾です。あ、なんか自分で本当に生えてるみたいだなって思ってきました。こうなんかこうやって揺れるところとかは面白かったです。テーマパークとかで潜入してそこにお家を作りたいです。閉園後とかも見れるのってなかなかないから、小さな動物になってなんか来てくれたお客さんにも愛されつつ、あの密かに楽しみたいです、遊園地を。びっくりしました。まさか私がパイの実のなんていうかあのキャラクターになれるなんて。昔からもちろんずっと食べてきたあのお菓子だし、まあ私の名前と関連のあるお菓子でもあったので、なんかすごく嬉しかったです。めちゃくちゃ美味しいです。あの本当に深みショコラの深み、あの食べてチョコの味をどれだけ探ってもたくさんこう感じれる、湧き出てくるチョコがめちゃくちゃ美味しいので、チョコ好きの方にはもちろんおすすめですし、チョコの良さを改めて発見できるお菓子でもあると思うので、なんかこうノーマルのパイの実が好きだよって方も思わずチョコ好きにもなってしまうと思います。遊園地ですかね、それこそ私遊園地大好きなので、あのいつかは貸し切りして本当になんか並ばないでノンストレスの遊園地を体験してみたいって思ってます。